ああ、プールにもう一回水を入れられんのか。で、水を入れた状態でペットボトルに水を入れんのかな違うか。水、ああ、水入ってるな。黒い水とか溜めたくないけど。で、これで、えー、ペットボトルをつ、ああ、上へへへ。色が青黒いってこういうことか。 で、これこれでいいのかで、この水を何に使うかペットボトルにプールの水を入れたものを使用する何だろうマイナスドライバーのシーンオイルライタープラスドライバーのシーンマイナスドライバーをどこで使うかなんだよなどういうことだこれはではいえっ、ー、とごめんなさいここも分からなくてまたちょっと攻略を見ちゃったんですけれどもえっ、ー、とこの 水を抜いた後に、こ、ここの、この上のところ、ここにチェックするところがあったらしく、全然分かんなかった、この上にチェックするところがあって、で、ここで、えー、四隅がマイナスドライバーの山になってるんで、で、ここで、えー、マイナスドライバーを使用すると、えー、ふを開けて、何か手に入るみたい。あなにこれなに 何が手に入ったはなんだこれあ手に入れればいいのにそれコップみたいなのあーコップに水を入れんのか使うあー水を汲み注いだおお何かが浮き上がってきたあーそういうことね階段通路の鍵あタグタグには何も書いてない階段通路の鍵を手に入れたとで空のペットボトルも手に入れたと ドアノブがないとここの右下の部屋の先に行けないんだよな鍵っていうと行けない鍵はこの一番左の扉かなここがそうっぽいけどあっ合ってた階段通路の鍵を手に入れたうわじゃあ下行くかこれ地下室うわおっかなおっえっ岩えとても重くて動かせそうにないえちょっとセーブしとこう怖いねとりあえず手前から行くか ああ、鍵がかかってるとなんかすごい安心。ああ、鍵がかかってると安心する。また暗号かよ。なんでこんなところに暗号あるんだ。うわあ、体育倉庫みたいな感じか。ああ、なんかまそあそこにもロッカーが閉まってる。鍵がかかっているようだ。鍵ばっかりだな。何にも。とりあえず何にもないか。さっきのプールのあの、調べるところはわかんなかったな。 ああいう場所もあるかもしれないから念入りにいろいろ調べておかないといやでもここは特に何もうーんここはまあ調べたでしょ何もここは何もなさそうですねうんとなるとどこだってことはじゃあここはもうないわ地下室は何もないでえー今この下から来たからじゃあ上行こうまた分岐かじゃあ上 はいけないじゃん。何かつく、お、ど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 、せ、机とか押せるわけでもない。動くんだ。押せるんだ、これ。あ、じゃあこれ上に押せんのか。押せない。んベッドは押せるのか。あ、あ、違う違う違う。今押す順番間違えたのか、単純に。これがこっちに押せるなら、こうやっていけるってことか。 えーっとじゃあああこえそれがそう動くのじゃあこうかでこれはこうあそれがそう動くのか <laughs> どれがどう動くかわかんないあ,えんあ上になんか光ってるのがあるじゃあこれそのまま動くあ失敗したかこれが上行ってくれればいいけどああ、大丈夫かあいけたいけたいけた六角キあっ角カーー手に入れたそういうことかで六角キーを手に入れて6六角 ロッカーキーを手に入れて、で、何か、アイテムを手に入れるってことか。よし。ロッカーキー、ああ、セーブ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 。おっとっとっと,と、いきなりかいきなりか、お前。この下に、タンス、っていうか、ロッカーがあったはず。よっ。ああ、間に合わなかったー出てくんの、はい。 いやー見つかったでもまあセーブしてたからねセーブしてたからいいでしょうおしゃれにネイルしてんのかこいつムカつくなさてじゃああれかあランダムだったのか今のところえっ何も調べるようなものがなんだこの部屋まあい,いやとりあえず六角ーキー六角ーキーが手に入ったから ロッカー,キーだここを開ければいいのかなここが開くんだよね。確か開かないか。ここが、この下のロッカーが開くのか。オッケーで、ここが素直に開いてくれたらいいけど。あれ、ロッカーキーここじゃないんだ。メニューでアイテムから使ってみ使うロッカーの中に何かある。ドアノブ、きたやったドアノブ手に入れたセーブしとこう。よし、で、これでドアノブをはめて、先へ進めるな。 はあやっとだ。で、この先から進めるんだ。よしよし。で、そこの右上の扉にドアノブがないから、ドアノブがないようだと言われたので、ドアノブを使う。ドアノブを取り付けた。おお、いけた。あっ、一室だけか。女子ロッカールームの鍵。女子ロッカールームの鍵って何だろう。 左下は行ったからここじゃないかなおお、女子ロッカールームの鍵を使った。で、ここが女子ロッカールームか。んな、なんもねえ。一応調べる。ああ、なんもないのは嫌だな。んなんにもない。あれなんにもない。んなんにもないぞ。んあれなんだなんにもない。あれ特に何か光ってるわけじゃない。 なんだろう？跳び箱しかない。あ。え、どういうこと？ん。なんだ！いや、ここ数字のヒントなんてないよ。え、待って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 え。何にもないバグとかじゃないよね。これね。何にもない。え、ロッカーと飛び箱しかないよ。 あ飛び箱の段数が暗号になってるのか、これが3と5か、35、35だ。っていうことは、こっちが、え6135、ー、6135がここに入れたら開くんじゃないかな。6135、飛び箱の段数。どうだよし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 。じゃあ、ここでここが開くのか。 おうびくしょーたくちゃんなんで6135わかるんだよ、お前はよかった、無事だな。そちらこそ無事でしたか。よかったです。みんなはミカがミカ。そうか。とにかく、たけしたちと合流しましょう。ああ。おタたくろゲット。あとは先生がどっか行っちゃったんだよね。たくろ、何してたんだお前なんか役に立つアイテムとか持ってきたのかよ、たくちゃん。う で床にいるんでよカバ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 カはカバはバカバカしたタクロちゃんもう少しで死ぬところだったじゃん危機一発だったなまあ青鬼さんはここでここでぐるぐる回ってれば負けるっていうのを習ったからねああびっくりしたーここの扉が開いて特に他に調べるようなものはないなんだこの亀裂は あっちあ,あっ、ち側になんか光ってる。光っているものが見えるが手が届かない。なんか棒とかなかったっけえープラ、あーないか。使用する。まあ使えないよね。うーん。まあいいか。じゃあ先へ行くか。で、そこの体育館にあいつがいたのはビビった。あ、なんかこの色のついた線が怪しいな。色のついた線が、な、0714とかめちゃくちゃ怪しいじゃん、これ。 う怪しいものばっかりん電源がついていない怪しいこれきっと暗号だな鍵がかかっているなんだろうなこれなんだろう赤が3緑が4青が1黒が1黄色が1んだろう鍵がかかってああと黒の線がまだあるか2で白い線もあるこれはなんだ 鍵がかかっているえ、でももうここ行くものが何にもなくなっちゃったよそれでそしたら空のペットボトルとあさっきの電源の装置に何かマイナスドライバーとか何か使えばよかったかなここも何にもないここは鍵がかかあれいけるっけあここそうかこ,こここそ何にもなかったんだよな何だろう なんだわからんこれ。で鍵が閉まってるここが体育館に通じる道でこれが動かすあ動かせんのなんでえなんでさっき動かせなくなかったあれ重くて動かせないってっあタたくちゃんがたくちゃん来たから2人で動かしてるっていうことかあそういうのも考えなきゃダメかパーティー人数とかも謎解きに関わってくるんだオッケーオッケーがよかったった。 おお東、物質会を手に入れた。おやった。やった、やった、やった。鍵だ。また新しいところに行ける。行きたくもないんだけども、行かなきゃダメだから、しょうがなく行く。うわ、何ここ、初代青鬼のあの、最後脱出するところみたいじゃん。井戸の。縄橋も食べちゃうところ。んあ、違う。これ地面じゃなくて水か。青黒い水が溜まっている。うーんと、なんだ青黒い水が溜まってる。おう 物質灯の鍵が手に入った。東の鍵が手に入った。プールの水入れたり抜いたりしたら今の水がなくなったりするかな。で、ここ多分東の鍵ってここかな。あ、違うか。えー、っと、この先へ行った体育館の右側か。絶対ここ暗号あると思うんだよな。この電源がついていないのがちょっと怪しいから。マイナスドライバー。使う。違う。えー、バールで壊す。 アイテム、ババーール、バールで壊すここでは使えないかじゃあ行くかここは開くだろよし開いた開いた音もちょっとこうあ光ってる光ってる光ってる虫取り網なんだそれ虫取り網 <laughs> あなんかうなんか書いてあるぞち文字緑青黄赤緑青黄赤やっぱそうだ やっぱ暗号だ、これ。緑、青、黄、赤だって。うるーちゅちゃ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 じゃないですか。あ、ちょっとょ、お、お、ちょちょちょ、ちょ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 緑木や。えっと、赤が三の緑が四の木の赤。よし、オッケー。お、だ。覚えた。覚えた、覚えた、覚えた。いや、覚えてない。嘘。嘘つきました。私、覚えてません。覚えてちょいちょいちょい、オッケー。一三四一一三あ、ここも扉があるのか。見てなかった。あ、鍵がかかってんの 4113は分かったけどなんだやっぱあのプールの水入れたり抜いたりしてその下に行くところをこう行けるようにするのかな ?4113 は覚えとこうプールの水を入れるでプールに水が入ったから今度下に行けるようになるとかなんか違うような気はするけど えーと、どこだっけここだっけ ?4、あー、いけるいけるいける。合ってた合ってた合ってた。考え方は合ってたっぽいな。よいしょ。よし。電源、こう、あで、電源つくのか。オッケー。ちょっと動画見て、ちょっと青鬼さんのスキン変えてみようかな。マスクか。よし。じゃあ、ガシャーンと手に入れたんで、マスクガチャいきます。ガチャを回す。さあ、来い。どんな青鬼かな 怖い、怖い、怖いんだよな。これ怖い、怖いんだよな。おい,ーいやーなんかぐちゃりげちょり。あ、これなんか、いたかも、これ。こっちのがなんか怖くなった気がする。よし、電源コード手に入れた。まだなんか金髪でちょっとおちゃめな方の方がかわいかった気がする。あ、ここまで逃げてくればすぐ部屋の出入り口の近くにタンス、ロッカーロッカーがあるから、いいな。あ、そうだ、虫取り網も手に入れたんだ。 とりあえずなんか鍵がついてるところが多すぎてなよく分からんのじゃこれで、えー、電源コードを使えば電源が来るのかな使用する、えー、電源コードを挿した使う答える4113ここで使うのか電子タイマーの蓋が外れ何かが落ちたおおあ鍵が西の鍵が手に入れた0714だなあとはその 特典版のよし鍵使ったなんか腐った植物があるけどもなんか手紙もあるし光ったものもあるいいぞなんかいろいろあるあ手紙はチェックできないのかじゃあそこだけだなえー、金属のかけら完全に鍵ですねこれ鍵かえ金属のかけらいや何にもすることなさそうだなこれ。 何かどこかで使うんだろうけど鍵なんでしょうこれ金属のかけらだからなんかもう片方あるのかなうーんなんだろうここでは用がなくなっちゃった感じあとはここも鍵がかかってるんだっけあ、違うここはなんか地下か,か何か右になんかあるんだよなあ虫取り網虫取り網虫取り網ここで使うのかなメニュー なるほどここでお前じゃない、えー、これを使うおっしおしおしおし光るもののたぐり下さでこれで金おおおししで金属のカケラを使用すると二つの金属のかけらを組み合わせて中庭には絵の鍵が手に入りましたセーブいける感じいける感じあんまり謎解きもそんな複雑じゃないただうらゃめちゃちょちょ待って待って待って待てうら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 見たかうら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 っ見たかもうらうらう 一回、入ってきた。これ入ってきた。部にいる。探してる。オッケー出てた。あれよし、よし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 セーブ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 ,セーブー最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は、こちら。この動画の続きが見たい方は、こちら。 そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますのでこちらもぜひチェックしてみてくださいでは次の動画でお会いしましょうバイバーイ